カール・シンドラーは、オーストリアの画家である。兵隊のいる、風俗画を多く描き、兵隊のシンドラーと呼ばれた。ウィーン郊外のレームグルブで生まれた。父親は、風景画などを描いた画家のヨハミ・ヨーゼフ・シンドラーで、父親から最初の絵の教育を受けた。父親も軍事に関する絵画を描いており、 その分野の興味も父親から引き継いだ。1836年から、ウィーン美術アカデミーで、クゼルホーファーや、レオポルト・クーペル・ビーザーに学び、1837年から、風俗画家のペーター・フェンディの詩的な弟子になった。シンドラーは、フェンディやフランスの戦争画の版画家、画家のイポリット・ベランジェや、ニコラ・トゥ・サン・シャルレ、ウジェ・ヌ・ラミ、オーギスト・ラフェラの作品から影響を受けた。 1839年に美術アカデミーの展覧会に初めて出展したが、その後病気のため何度か修行を中断し、21歳で死去する。少し前からラープイムバルデの療養所で当時、流行していた水治療を受けたが、効果なく死去した。水彩画を得意とし、人物画の技巧を父から受け継いでいた。若くして亡くなったが、ヨハンフリードリヒトレムルや、 アウグストフォンペッテン後編らに影響を与えた。ありがとうございます。